はぼちぼち春のはず。3月入って1週間経ったし。確かにそろそろ春らしくなってきてもいい頃だよね。いやもう自分が春だと思い込めば春なんじゃないかな。花見しに行こう。山井さんの気持ちが春だったとしてもまだ桜は咲いてないでしょう。ミクさんって実物の桜がないと満足できないタイプだ。え、なんかものすごくバカにされてる感じがする。わかった、想像花見やろうよ。ビッチスの夜空の下でミーティング。こんばんは、ピクシスの伊藤美久です。たりっきりです。はい、水曜日はこちら、まったりする日。毎週水曜日はリスナーの皆さんからのメール紹介していきます。はい、ピクミンネームとりまりさんです。ミクもいし、こんばんは。こんばんは。もいさん、シュープレプラス見ました。わー、ピクミの時には見られない素敵な衣装を着たもいさん、可愛かったです。そりゃそうやろうな。撮影時のエピソードがあれば教えていただきたいです。ありがとうございます。おめでとうございます。あんな嘘みたいな夏の写真ですけど、冬に撮りました、うん、ね、寒い。それこそなんかすごい寒い時期に行ってたよね、はい、あのね、周りの人ダウン着てた。さすがの沖縄の人もダウン着てた、はい、さすが、あの現地の人がダウン着てた。なかなか聞かないね、沖縄の人がダウン着るなんて、はい、沖縄の人もダウンって着るんだって思うくらいびっくりした。寒かった、みんなちゃんと寒かった。あ、でも晴れてるように見える写真でしたけどね。そう、一応ね、その思い切り晴れ女パワー炸裂してて、うんうん、そのほぼほぼ本当に雨降らなかったのよ。なんか例えば移動中だけ降って着いたら晴れるとか、で私がカメラ前に立った瞬間だけすごい雲どっか行って晴れるとか。わ、めちゃくちゃ晴れ女ですね。めちゃめちゃ晴れ女パワー発揮してたから、嘘みたいに夏っぽい写真が撮れたけど、うん、それ以外はちゃんと寒かったよ。いや、そうだよね。なかなか薄着の写真が多かったですから。そう、やっぱ沖縄だからね、うん、水着の撮影とかもさ、なんかプールの海と、うんうん、プールでそれぞれ撮影だったのね、うんうん、でもうプールなんてもうあの0度下回ってたと思う。極寒。そうで、いや、さすがにこれは入れないかも。そうそう、だからなんか足だけとかさ、うんうん、なんかちょっと顔近づけるとか、うんうん、なんかそういうのでやってて、そう、ジャグジーがあったのよ。おうおう、そういいね、ジャグジー。ジャグジーだったらまあ入、あ、お湯を止めれば入れるよね、うんうん、みたいになって、で、まあ、ジャグジーに入って撮影したの、うん、で、ジャグジーから上がった時さ、一番冷えるわけ。そのあったかいところから、その海域のさ、寒いところに出た瞬間も、で、そこを頑張ってその撮影してるわけ、うん、そしたら周りのスタッフさんとか久美子がもうなんかあの本当に掛け声で、マイかわいいよ。そうそう、掛け声込む、エールめっちゃ入ってる。そう、ずっとみんなが叫んでさ、うん、いけてるよみたいな、大丈夫大丈夫みたいな、なんかあの筋肉のやつみたいな、ボディービルダーの大会みたいなさ、いけてるよみたいなやつさ、めっちゃ全員がさ盛り上げてくれるわけ、うん、こっちブルブルブルって感じだもんね。あ、ブリブリってなってるけど、なんか全力で盛り上げてくれたから、うん、まあなんか楽しく撮影はできたからよかったんだけど、うんうん、そう、あと猫めっちゃいた、沖縄。沖縄ね、猫ちゃんいるよね。そう、しかもみんなさ、なんか逃げないのね、人懐っこくてね。そうなんだ。そう、だからそういうなんか猫との写真とかも撮れたりしたし、うんうん、でご飯もなんかすごい美味しいのいっぱい食べさせてもらったし、なんか仕事だったしスケジュールもあれだったけど、すごいね、楽しく、なんか旅のような気持ちで撮影ができた、うん、まあ、確かに撮影ってさ、もうお仕事だけど、いろんなとこに連れてってくれるもんね。そうそうそう。いろんな場所行けるから、うんうん、本当寒さだけだったね。季節だけね。はい。季節だけはちょっとなかなかね、うん、厳しいものがありましたかもしれないけど。メイクさんがさ、その、沖縄出身の人だからさ、うんうん、イサちゃんがさ、うん、だからなんか、イサちゃんがおかんに電話して、沖縄どうみたいな。うん、そしたら、なんか、みんなダウン着てるよみたいな。こんな寒い日なんてなかなかないよみたいなね。なんか、あのお父さんがロンティー着てるみたいな。常にタンクトップのお父さんが、お父さんがロンティー着てるくらい。それは一大事だ。ロンティーでも寒いよって思いながら聞いてたけど、っていうのを最初に聞いてたから、心して行ったけど、うん、
結果その晴れたりとかいろんなパワーがあって楽しく撮影できたので、うんうん、ぜひ見てください。いやいいですね。すごい衣装数もたくさんあったから、そう10着とか、うんうん、なんかサブスクの方もあって、サブスクだけで見られる写真とかもあるから、うんうん、全部チェックしないとだ。 それぞれよろしくお願いします。あ、終わりだそうです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。では今日は以上です。どんなことでもいいので送ってね。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスでフローレス。ピクシスの夜空の下でミーティング。エンディング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、過去宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で、ピクシスアンダーバー RF アットマーク JOQR.net、 ピクシスアンダーバー RF アットマーク JOQR.net。 ピクシスの綴りは PYXIS です。3月過ぎぐらいから行くのがちょうどいいんだろうね、沖縄ね。もう春になって暖かくなってんだろうね。そのイサちゃんが一番唯一シーズンじゃない2ヶ月の間って言ってた。あ、人が観光客が少ない。その2ヶ月間以降は全部ずっとハイシーズン、うんうん、大体暖かいから。だけどその唯一沖縄に来る冬の時期だって言ってた、うん、今そのそうちょうどね。そう、そっかそっか。海開きとかも早いじゃん、沖縄とか。早い、すぐ入れるもんね。ん、4月5月じゃん。でも海の方が暖かかった、プールとかより。あ、そう、でも海の撮影の方がまだ頑張れた。そうなんだ。なかなか行かない季節に行けて逆に良かったかもしれない、ね、確かにそんなに人いなかったわ。レアな沖縄をね、そうね、体験できたかもしれない、ね、からよかったね、うんうん、海ぶどうが美味しかったです。美味しいよね。今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのテータマエとピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。